皆さんこんにちは。一緒に遊ぼう、公式パートナークリエイターニンニクハンターです。待ちに待ったこの季節がやってきました。この季節といったらやっぱり雪合戦ですよね。去年よりもさらに楽しめるフィールドが完成しました。今年はなんと当たり判定が出るようになりました。これさえ出れば雪合戦は格段に面白くなりますよね。みんなで遊べるようにルールはシンプルにしました。制限時間内により多くの雪玉をぶつけたチームの勝ちとなります。青チームと白チームに分かれて戦います。雪玉がぶつかってしまった人は自分のチームに戻って座って待っていてください。ルールは以上になります。簡単でしょ。12月3日の土曜日、まずは定例会でやってみたいと思います。時間はいつも通りコミュニティやプロフィールに記載しますので、ぜひ皆さん一緒に遊びましょう。最後までご視聴ありがとうございました。これからもニンニクハンターチャンネルでは一緒に遊ぼうの面白い企画をたくさん考えていきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。